ヤンデレ気味の女の子がバレンタインデーにチョコを渡すお話、始めましょうか。俺はエンダーアイヤ、読めない、趣味は恋愛、座右の銘は目には目は、愛には愛よ。あ早速現れたね、こいつヤンデレってこと。貴様、何のつもりだ。あ、チョコレートってこと。これ、受け取ってください。あ、ありがとう、大切にいただくよ。もうちょっとなかったのか、私方。さて、早速食べるとするかな。中に液体が入ってる？ウイスキーも危ないな。なんかさ、嫌な予感しかしねえんだよな。ヤンデレってさ、なんか、血とか入ってたりしねえだろうな。いただきます。くっ。また洗ってどうやって勝手に入ってきたんだ、お前、俺の家に。効果が出てきたようね。一体何を入れた？濃硫酸。いや、死ぬだろ。濃硫酸だと？どうし、私の作ったアシッドボンボンのお味は？これで新たは私のもの。うわ、私のものっていうか、さて、体を持って帰るとしますか。なるほどね。死体を。ふざけるな！誰だ？え？なんだお前、彼と試合を解説するのは私よ。誰だって。だからおい、何人俺の家に不法侵入してんだ。いつの間に。ちっ、お知り合いに先客がいたか。ここにもいるわ。おい、ちょ待って、まだいるのかよ。一人自分をさせないわ。おい、なんかガチっぽいの現れた。ふざけた僕が次々と増えて気色悪いんだよ。てかもう一人性別不詳だけどな。こうだったらやぶをえん。誰が金を手に入れるか決着をつける必要があるようだな。バトルってこと。もう普通に顔グラとバトルするんだ。ついてお待たせしろ。ぶっ殺す土下座する。アタックマジックな、急になんで英語なんだよ。まあアタックしか選べねえか。ツインってとロリだ。まあ、ロリの方が強そうだけど、こいつロリなの名前。しかも、もしもし捕まってください、ケース。警察呼んだ。殺人容疑で逮捕する。は、殺せ。確かに一番有効ではあるけど、お前らの姿も結構だけど。床は破壊されてるしさ、ジャンモンが一人減ったわね。警察もいるし、一時休戦にしましょうっていうか、もう普通に事情聴取が始まるだろう。てか、それ以上にまず早く救急車呼んでくんねえか。脳霊さんだぞ。しかも経口摂取だぞ。葬式当日。展開早いな。これのこれを狙うには。今しかねえ、まだ狙ってんの。まあそうか、もうこの後仮装だもんな。仮装かどうそうか死んねえけどさ、ツインテには、ロリには、負けない。負けとけ。もう誰一人勝っちゃいけねえよ。あ、もう仮装場じゃねえか、ここよ。おい、ちょ待って、見送りに誰もいねえのか。おい、ちょ待って待って。行こうぞ、私がもらうもの、勝手に入って、燃えるじゃん。数十分後。なぜこれや。まあ、そらそうなるわな。二人入ってったもんな。遺骨が二人分じゃぞ。もう完全に事故。また警察呼ぶ羽目になるだろうがよ。なんだぞ。もうもはやなんかヤンデレとかっていう設定どうでもいいわ。もう関係なくなった。マジキチしかいねえよ、ここにはよ。何がヤンデレじゃ。ロリでやろう。一緒に焼かれることであのように一つになりやがった。なるほど。それを狙ってたってこと。てか思えばあのヤンデレも何をするつもりで体を持ってことしたんだろうな。もう殺しちまったら意味ねえだろうがよ。まあわかんねえ、もうなんかサイコパスどもには意味があるのかな。まあいっか、遺骨は私がもらうし。あ、遺骨でハッピーエンド。どうあがいて逆立ちしてもハッピーエンドにはならねえだろうが。はい、ということでヤンデレ気味の女の子がバレンタインデーにチョコを渡すお話でした。あんまバレンタインデーとかチョコとか関係ねえよな。結局なんかマジキチが殺人事件起こしたって話でしょ、要は。まああれだ、まあ気をつけましょう。世の中変な人いっぱいいるんでね。幽霊の日、始めましょうか。廃墟。帰ろうぜ、こんなところ。何言ってんの？この目で幽霊を見るまでは絶対に帰らないんだからね。なんか声、なんか音してるよ。今何か声がしたよね。ん？知らないよ。見たなら俺は帰るぞ。何もいなかったに思うけど、ん？お分かりいただけただろうか。では、もう一度。え？なんかいた？あ、これ？これ何これ？柱の後ろから覗く骸骨のような影。この世に未練があるのだろうか。え？うわ、なに？やめてくれ！お分かりいただけただろうか。はい、カット。やる気あんの？すいません。お前じゃない。え？演技は微妙だがやる気を感じられる。ありがとうございます。問題後ろ、てめえだボケ。出てきやがれ。え？後ろ、幽霊、こいつかよ。お前役者だったの？こんばんは。普通に喋るんだ。やる気あんの？はい。やる気あんのかって聞いてんだよ。幽霊ってさ、いつも隅で映るか音を出すだけ。いくら夏に需要があるって言ってもさ、立場に甘んじてない？マンネリ気味なんじゃねえの？すいません。妖怪だって体操する時代だぞ。踊ったら締めろよ。全集します。ぜひそうしてくれ。踊りじゃなくても画期的ならそれでいいですかね。画期的な何でもいいよ。ポルターガイストをフルに活用してもいいですか？全然 OK。 これでやり直すってこと？
また撮り直すんだ。カメラの準備ができました。よーし行くぞテイクス。おーでこれまたこっからやるんだ。はい今日あーもう2回目だから怖くねえぞ。帰ろうぜこんなところ。何言ってんの、この目で幽霊を見るまでは絶対に帰らないんだからね。ここからどうなるんだ。まあ、さっきチラッと映ってただけだったもんな。今度はな、あー揺れてんだ。なんだこの揺れは。空を見てみろ、そんな規模なの。月が急速にこちらに向かってきます。もうなんか幽霊どころじゃねえじゃねえかよ。意外性を狙って月を動かしてみました。だからじゃあ地球を狙うなよ。お前どころじゃねえよもう。おいちょ待て、まさかこれで爆発落ちかよ。おいポルターガイストが月にぶつかる、地球は消滅した。もう幽霊どころの騒ぎじゃねえじゃねえかよ。お分かりいただけただろうか。まだやんの。条件を細かく指定せず大雑把な依頼をするとこうなるの。ああ、それの怖さってこと？依頼はしてもらいたいことを具体的に掲示する必要がある。非依頼者は与えられた言葉しか理解できない。ゲームオーバーだ。まさかこれだけのゲーム。まあ選択肢とかなかったしな。おい。はい、ってことで幽霊の日でした。いや、怖いってそういうこと？まあ確かに怖いな。はい、ってことでありがとうございました。